皆さんは他人のために尽くしてる人、お好きですか？私は嫌いです。偽善しゃぶってんじゃねえぞ。しかし世の中には国鉄の代わりに敷いてやり、なんなら一部区間を別路線に吸収されても笑顔でいるという、体中に偽善を塗布した、ひどく献身的な路線がございます。それが、阿波池田付近から徳島ら辺まで、徳島県を東西に割烹する、徳島線。のんびり普通列車で行っても構わんのですが、せっかく特急がある以上は特急で行きたいので、特急剣山で駆け抜けちゃいましょう。特急剣山に充当されている車両は、キハ 1%5系。国鉄が不揃いの7枚切りにされる、ほんの1年前、1986年に作られた車両です。剣山なる特急が現れたのはその10年後で、誕生当時からキハ 1%5系とは年頃です。あ、特急の名称の由来は、徳島県にそびえる日本百名山、剣山です。国内の後方の差を日本アルプスとかいう、いかにもな名前の軍団にかっさらわれている中、西日本では稀有な2000メートル弱のお山として、徳島県の南半分を占拠しております。キハ 1%5系のどっしりした構え方は剣山さながらで、まさに高価の特急車両。ただ、正常なから金色仕様がたたって、現在は四国の東半分でしか活躍の場がなくなっています。そういう数奇な運命をひけらかしたいのか、こいつ、奇数の号車番号しかありません。不思議ちゃんぶっていたい思春期か？まあそんなのはどうでもいいので、早く乗っちゃうことにしましょう。でも、その前にうんこ。一番前の席を取ってる身分でなんですが、シートピッチは940ミリくらい。910ミリが普通だった国鉄の特急の中では、だいぶ広い部類に入ると思うんですが、今や普通車でさえ1000ミリに迫る感覚が当たり前なのに、940ミリは広いよねと言われましても、自慢は結構なんだけど、その分小1時間黙ってもらいたいと思うのが正直な感想です。指定席の数は計16席と、猫の額ほどしかありません。ある意味、全車自由席とか全車指定席とかよりも肩身が狭いですが、最近は JR 四国でも指定席を多くしている傾向にあるので、半室ならぬ4分の1室指定席もそろそろ見納めかな。行備見ない折り戸を閉めて、10時30分、阿波池田を出発。ちなみに阿波池田駅の所在地は三好市池田町サラダです。阿波池田駅を愚弄しているかのような地面ですが、全くシラフで付けられた地名です。おそらくは、まっさらな田んぼからサラダになったとされています。なお、あえてのカタカナ表記なのは、明治時代特有の、少しでも先進的に見せようという、昭和軽薄帯たる風采を見せるがごとし、小手先テクニックをひけらかしたがゆえの産物。確かに、カタカナ語をとりあえず使いまくっとけば、ちょっと言ってても、頭良さそうに見えますもんね。申し遅れましたが、今回の乗車では、グリーン車用のバースデー切符と、それと併用できる指定券を使って乗り通す予定です。グリーン車用のバースデー切符なら、指定席も乗り放題。せっかく資本主義に巻かれているんだから、使えるもんは使っておきましょう。さて、列車は佃駅を通過します。この佃駅を出てからが、正式に徳島線の区間。かつては信号場に過ぎなかったここも、1950年から土佐宇線の列車が止まる駅に、62年には徳島線も止まるようになり、2路線の乗り換え駅として隆盛を見せるようになりました。ま、もともとが信号場だから、ホームの広さはさっきちらっと見えた通り、レスバトルに勤しむネット民の視野くらい狭いけど。ってことで、ここで、琴平、田の津方面の土佐宇線とお別れ。ところで、徳島線に新駅ができたのは良かったのですが、この新駅ができるというのが、あだとなって、もともとは阿波池田駅のはずだった徳島線の区間は、あろうことか佃駅に短縮され、路線長がスポイルされてしまいました。とても本線を名乗っていた路線の処遇とは思えないですが、これでも実は、県内最古参の路線なんです。ってわけでサクッと語っていきましょう。そもそも徳島線は、1892年の鉄道敷設法で、琴平から須崎の土佐宇線、松山までの予算線と一緒に、徳島から西に進んで、土佐宇線につながる路線って、くくりで計画されたものでした。おっ、国がバックにいるじゃん。じゃあ儲かったなと決め打ちしたくなるものですが、1900年前後の鉄道は、往々にして、戦争で一旦計画が凍結されがちです。この徳島線も例に漏れず、日清戦争の足音が聞こえてくるが早いか、国鉄の熱意はマイナス273度に下がり、腕を組んだまま静止するほかなくなりました。そこで、やる気あるんかボケと、しびれを切らした徳島県の有志らが立ち上がり、特に喧嘩を売られた覚えはないのに、喧嘩を買うがごとく、徳島鉄道なるものを立ち上げたのです。いかにも頭に血が上ってそうな動機の割には、鉄道敷設法のものよりもスケールは小さく、川田周辺まででいいか、と、その距離は鉄道敷設法が広げた大風呂敷の半分にとどまっています。そんな突き抜けないぬるま湯じみた態度が国鉄の地雷だったのかは知りませんが、出てきた免許状には、もし川田、阿波池田、土佐山田を結ぶ線路を敷きたいと誰かが言い出したら、おとなしく買収されろと、徳島鉄道が突然死する可能性をほのめかす文章が綴られていたのです。五行が指すはずの免許状に、死神の鎌のような恐ろしさが包含されたにもかかわらず、徳島鉄道はちゃっちゃっちゃと敷設を進め、1899年に、まず徳島から鴨島の区間が開通。これが、徳島県下における最初の鉄道路線となります。その後も延伸を続け、翌年には、阿波山川の周辺まで完成し、とりあえず、最初に免許を受けた区間は、一旦全部完成、と相成りました。と言ってたら、東三好町の主要駅、阿波鴨駅に到着。トランシルバニアの街中に出てきそうな、可愛い三角屋根の駅舎が特徴的です。
遮断な雰囲気に改装されてきたこいつは綺麗っちゃ綺麗なんですけど、 JR 四国としては許せないですよ、老朽化が。だから2022年初頭、 JR 四国は駅舎を建て替えて簡素化しようと東みよし町に持ちかけたのです。まあ1日11本押しかけてくる特急のうちの1本に誰も乗ってこない程度には静かだし、ただ東みよし町としては町のシンボルがなくなっちゃ困ると、普段は何食わぬ顔で幹線道路をぶっ飛ばす町民が自動車学校資金の駅を守ろうと反対運動を起こしたのです。署名は850人ほど集まったのですが、ただでさえボロボロなのになけなしの天敵でどうしろと、むしろさらに良い駅舎を実現してこそアウフヘーベンここに極まれるだろうと。ってわけで町民が望んだ保存も JR 四国が望んだ簡素化も叶わなかったのですが、代わりに町が大枚はたいて交流スペース付きの木造駅舎を作ることに決めました。過去がどうとか言うなかれ、一日これ口実のマインドを大事にしなさいな。さすれば旧来の老朽もしがらみも解毒されて新しい駅舎みたいな爽やかな風が吹くのだよっていう具合に、何でもかんでも吹けばよかったけど、吹けば飛ぶほど人間のしがらみはやわじゃないです。それを象徴するのが三好市と東三好町の位置関係。どっかの神絵師が描いた精密極まりないこの地図を見てもわかる通り、三好市には間に東三好町を挟む形で飛び地になっている部分が存在します。江口駅近辺から見える対岸の部分が三好市の飛び地。こういう不自然な形の市町村は平成の大合併の時に産み落とされたものが多くを占めます。っていうのも三好市、東三好町はもともと8つの町村に分かれていたのですが、平成の大合併に伴い新寮みたいなフォルムで西側4町村、東側4町で合併しようとしたのです。ところが東側4町の合併協議はことごとくもつれまして、まず筑大駅がある部分の井川町が東部4町の合併協議から抜けてしまいました。それもお前らと一緒にいてもメリットねえよみたいな縁の切り方だったので、東部3町は行きつけの飲食店が全部潰れた時くらい唖然とし激怒しました。しかも結構財政状況の良い町だったので、そのダメージはでかく、ついには将来飛び地になる美濃町までもが財政苦しいし大規模に市を名乗りたいと言い出し、4対4で合併するはずだった三好界隈は気づいたら6対2とパワーバランスが不釣り合いに、かくして煮え湯を2回も逃されて腹渡が煮えくり返った2つの町はほとんどパラノイアに近しくなり、他の6町村をまるで信用できなくなりました。そういうわけで2つの町は東三好町へ、6町村は三好市への合併を見せ、あの吉野川の向こうに飛び地が誕生してしまったというわけです。マラソンの一緒にゴールしようねみたいなレベルの口約束はさ、このくらいたやすくも残酷に行われてるんですよ。世の中こんな戦密屋ばっかりだったらさ、そりゃみんな人間不信になるわな。ちなみにたびたび氾濫する吉野川のことも正直あんまり信用なりませんでした。その代表例として吉野川沿いの特産品藍が挙げられます。例えばここに稲を植えるとのんのんと流れる吉野川が溢れた時に、コミケ会場に駆け込むオタク並みの勢いで努力の結晶たる稲を流していってしまいます。一方でこうした氾濫は上流の土壌を川沿いの土地に持ってきてくれます。だから台風が来る前の短期集中型で生育させられる藍の生産が普及したのです。それが藩の財政の下支えになったおかげで、阿波藍はドル箱呼ばわりされたのでした。ただしそういう黒歴史を上の身分が肯定するなんて構図は天下持ちに過ぎないもので、近くで見ると悲劇が群発的に引き起こされてます。というのも吉野川沿いには大規模な堤防が存在しなかったため、農民が堤防を DIY しに行ったり、お家を必死にかさ上げしたり、なんなら家に船を常備しておいたりと全力で洪水を忌避しており、川沿いに住む住民の表情たるやルイズコピペバリの限界っぷりでございました。その吉野川に対する恨みつらみをどろしてかは知りませんが、徳島鉄道の営業成績は周運に負けず、1900年には乗客75万人、貨物 3.2 万トンを記録したとか。徳島県は投資好きだから新しいものも好きなんだっていう性分ゆえでしょうか。ただ新しいもの好きは飽き性の裏返しなのか、その6年後には乗客が7割に減ったようですが、そんな順風満帆な徳島鉄道ですが、1900年には阿波池田までの延伸を企みました。その意気込みは称賛に値するものですが、徳島鉄道はこの計画を一旦取り下げたのです。なんでって言われたら、やっぱ高知まで伸ばしたかったから。それがどえらい大言壮語なのは徳島鉄道が一番わかっていました。だからおい、建設資金の利子を肩代わりしろとか政府に言い出したのです。フットワークが軽いのは事実ですが、同時に言ってることが軽々しいのも事実です。フワちゃんの口くらい軽いです。ただ政府は徳島鉄道の設立時にスフィンクスの謎くらい会社を悩ませた正し書きを叩きつけた以上、せめて可能な限り有利に付設させようとしたのか、法律案と補助契約案を議会に出してみたのですが、どっちもお流れとなり、高知までの延伸物語も画面に帰したのでした。やがて国有化のフェーズに入るといったところで、列車は貞光駅に接近、剣町の中心駅となっております。こちらも合併で誕生した町名、剣山の麓にあるとはいえ結構図に乗った名前してる町だね。名付け親の合併協議会曰く、ひらがなでソフトな印象とか、剣山の雄大で緑豊かなイメージが現代に即してるとか、鳴竹21世紀らしい印象を取り込もうとした理由付けなんだろうなと伺えます。
まあ他の候補が剣、光とか言った勇者の子孫みたいな名前だったり、木綿に朝と書いてユーマと読ませるようなな、なんて提案も多かったので、他が孤独的なキラキラネームばっかりの中、剣町はまだかましてない方だったんですね。でもこの剣町近辺に鉄道が来るまでには、徳島鉄道の国有化を待たねばなりませんでした。ってわけで、1907年の鉄道国有法で徳島鉄道は国鉄徳島線になりましたとさ。さて、建設が中途半端な状態の徳島線はそれ以来放置プレイされるのかと思いきや、買収からたったの3年でよっしゃ敷設再開するでと言い出したのです。それ相応に僻地を走るはずの路線ですが、なんで延伸に踏み込んだかと言いますと、徳島市内の蔵元に歩兵の連隊が置かれたからではと徳島市氏は述べています。言われてみりゃ臨戦態勢だったし、そもそも琴平までの線路が完成しているので、かつての鉄道敷設法で計画した琴平から須崎の路線とつなげやすくなりますし、でもその土産線の工事の進捗は超消極的だったし、延伸区間は歩兵連隊がいる部分とは関係ないので、個人的には狙われたら困る区間に先手を打って敷設を牽制する意図もあったと思うよ。そういういきさつで敷設された徳島線の西側半分、1914年に終わったその敷設工事は拍子抜けするくらい簡単だったよう。カーブは少しあるけど、地形は基本的に平坦、勾配も 10% 以下に収まるシンプルさ。だから洪水による築堤の崩壊、橋梁の基礎工事での埋没とかはあったけど、なんか別に語ることねえなという調子で工事が締めくくられるほどでした。その平坦さがゆえに、キハ 1% 5系の活躍の場がだいたいここに制限されてるってわけです。それもそのはずで、キハ 1% 5系には振り子とかいう豪勢な設備はございません。だからデビュー当初、こいつをカーブまみれの土産線にぶっこんでみると、あら不思議、最高でも85キロしか出ないので、どの口で特急と言ってるのか全然わからない鈍足っぷりです。だから大ボケ小ボケをのたくるクソボケのゲロボケの特急をなるべく早く粛清すべく、登場からたった4年かそこらで新型特急2000系に土産線特急南風とかの座を奪われました。その後も蹂躙は続き、現在キハ 1% 5系はカーブの数が控えめな線区でしか走っておらず、鶴木山を除けば高徳線、宇都塩と麦線、室戸でそれぞれ1往復と、その肩身は狭いです。国鉄が丹精込めて残した置き土産の踏みにじり方としてはまさしく100点で、国鉄ラストの特急列車という崇高な肩書きの割には完全にネタキャラ扱いされております。そうしてキハ 1% 5系向きの線形で開通した徳島線は、やっぱり阿波池田界隈にとってはありがたい存在。ただその当時、土産線は徳島県内に足を踏み入れていなかったので、徳島線しか来ない阿波池田駅のホームの数は一つと、よくもターミナル名乗れますねってさびれ方でした。その代わりか、六すっぽ舗装されていない駅前には乗り合い自動車がけたたましくのさばる羽目になり、それゆえ砂ぼこりを巻き上げては商店にふっかける状態が続き、駅前がゴミのスプリンクラー状態と化していたそうです。そんなだから185人の連署が載った「おいなんとかしろ」って文書が町に提出される羽目に、もうほとんど乗り合い自動車の尻拭いを池田町に任されてるも同然ですが、欲望という名の乗り合い自動車にそんな聞き分けがあるかしらとか言ってるうちに穴吹駅に着きました。穴吹、ここ伊勢は昼間3時間も列車が来ないなんてザラでしたが、ここからは毎時1本くらいになります。ここから吉野川を隔てた部分には、うだつの町並みとして知られる脇町がございます。なかんずく愛の激戦区だった脇町では、少しでも自分を金持ちに見せようと必死でした。その昔に、貧富の差が問われたのは、うだつ。火事が自分の家に燃え移らないように屋根にあつらえられた出っ張りとかのことです。そのグレードが高ければ高いほど立派で、金持ちで、そして嫉妬の対象になります。生活が良くならないって慣用句のうだつが上がらないは、ここから発展したものです。現代だったらロレックスとかの時計が俺様金持ちだぜアピールとして機能してるんでしょうけど、別に実利的でもない単なる手前味噌によくも大金を詰めるもんだなとは思うところです。金持ちアピールにひた走る心ほどさもしく貧しいものはないんじゃないの。そんな冷戦が対岸に走っている穴吹駅は確かに主要駅なはずなんですが、駅出た瞬間吉野川なんで、ホームはおろか駅前も狭苦しいことこの上ないです。果たしてこんな華奢な駅構造で対岸の富豪どものお眼鏡にはかなったのかしら。とにかく徳島県内の富裕層とかを運ぶのに勤しんだ離れ小島なこの徳島線も、年がら年中ぼっちはきついだろうと、1920年に土産線の工事が始まりまして、1929年には阿波池田までやってきて、ようやくこの駅もどん詰まりから乗り換え駅へと化けました。で、今でこそ肩身の狭い徳島線ですが、一時は甘くも淡い夢を見せられ、1931年に土産線として工事が進んでいたはずの阿波池田南が一駅先の水和駅まで開業すると、なぜか延伸区間も徳島本線の仲間入りを果たし、徳島から水和が徳島本線という扱いになりました。その後も土産線と呼ぶべきか徳島本線と呼ぶべきかわからん水和南の工事は続き、1935年には徳島高知の県境をも貫いて、ついに土産線が多度津から須崎まで開通しました。徳島本線の一員たる水和駅から高知に伸びた感激で、この路線も棒打の涙を流したかったのでしょうけど、その交渉に全給付を突き出すかのように、徳島本線の区間は阿波池田までに戻されました。俺は徳島を背負う路線なんだぞと言われましても、あっちはさぬきと土佐の2県分の地域を背負っているので分が悪いです。
もはや吠え面かいてるかませ犬でございますが、餌皿には一睡の夢さえ漏れば十分ってことですかね。ってわけで阿波山川駅に接近です。かつて湯立駅と名乗ったこの駅の近くには甲津鉱山が腰を下ろしており、最盛期なんかには鉱山にリンチをかまして掘り出した鉱石をこの駅にじゃんじゃか運び込むべく、運搬向けにあつらえた道路のみならずトロリー式の軌道や索道まで整備され、エビ釣りでいうところのエビ張りの活躍を皆様エビ場で見せておりました。そうして銅などをどかどか掘っていった鉱山業も、時代が下るにつれて鉱石の品質は下がり、少しでも銅を取り出さんと千変万化の改善策を繰り出すも、ついにどうしようもなく、イズティハードの門よろしく、1971年にその鉱山は閉鎖されてしまいました。阿波山川駅向けの索道がお役御免になるのはそれよりもっと前なのですが、貨物駅だった名残はとうに消え、随分コンパクトになっており、今ではこんな具合に王子を忍んでみろや忍べるもんならもうここまで逃げてしまえば車窓から吉野川が見えることはないのですが、徳島線そのものに吉野川ブルーラインなる愛称がついている以上、最後まで吉野川の亡霊にがんじがらめにされるのがこの徳島線でございます。なおその名称は公募で決められたものらしく、吉野川線だの四国三郎線だのといったさまつで安直な名前を書き分けた先に、吉野川のみならず愛の要素が取り入れられており、かつ愛媛高知県境をのたくる淀線の愛称四万十グリーンラインとも似ていることから、770人の応募の中でひときわ目を引く吉野川ブルーラインになったそうな。もっとも徳島線が吉野川を越えることは一回もないのですが、徳島線に端的なアイデンティティを与えるなら多少の虚飾も許されて叱るべきでしょう。なんなら土産線と線路をつなげたのは徳島線の功績なんだから、こいつこそ浅線という名誉な名前を与えられて叱るべきだと思うんですけど、何湾岸沿いの未成線が浅線を名乗ってるんだと、そうは思いませんか。思いませんけどね。爆速で答えの手を成していない返答をするな。でもって阿波川島駅に到着。徳島鉄道の開業当初はびっちりばっちりベリマッチに川島と名乗っていた駅ですが、徳島線が国鉄の手に渡った数年後、水戸線の川島駅と被るのを毛嫌いしてか、とりあえず前後なる新しき名前を体感してやったとか言います。ただ川島は阿波苦情の一つとして、八須賀市により城郭が建てられたほどの主要地域、一国一条例がドカンと打ち出されたせいでたかが50年程度しか持たなかったらしいけど、とにかくそんな由緒ある地から川島を奪おうなんざおこがましく厚かましい。銀だこ88円の時だけ決まって店先に並び、挙句その行列をもエンタメに消化しようとする精神くらいおこがましく厚かましい。そういう理由かは知りませんが、神戸駅への改名から1年ちょっと経つや否や、阿波川島駅を名乗れと手のひらを返されて以来110年近くこの名前でやってるそうな。朝礼母会もここまで突き抜けると清々しいものですね。ちなみにここからは普通列車の本数がさらに増えて毎時2本くらいになります。駅間も気持ち詰まってくるので、私鉄が手掛けた区間がいよいよ始まったなぁって感じ。アルゴリスム更新並みによく止まる普通列車に便乗して、特急列車も4分進んで鴨島に止まるようです。この周辺は旧来吉野川がデルタを形成する地域で、言うほど人間も住まないような石くれだらけの土地だったとかいうらしいです。この一帯はその石くれから名前を取って呉島なんて呼ばれていた時期もあったそうな。名付けられたのは1000年以上も前なんですが、その名前が自虐のアクセル旋回なところにどことなくけなげさを感じさせるものです。で次は駅の多さを滋賀にもかけないかのように、一気に徳島駅至近ににじり寄って蔵元へ。そんじょそこらの特急鶴木さんは途中で石井駅にも止まる慈悲を見せてくれるのですが、この鶴木さん6号にそんななめくは不釣り合いなので、石井駅は颯爽と通過してくれます。そうした回想に水を差すようで申し訳ないですが、黎明期から今に至るまでの速度の話でもしますか。徳島鉄道が運営していた頃の列車は小学校のかけっこくらいトロク、まず毎駅ごとに貨物の積み下ろしがあって、その分停車時間は長く、速度だって時速約20キロという陸上部にも負けそうな悠長さでした。明治時代の鉄道らしく、鉄道唱歌の替え歌も吹聴されましたが、その歌詞では汽車の旅なら何分間早くも着いた鴨島駅などと褒めそやしているので、この歌詞は盲目的な徳島鉄道信者がつけ上がりきって書いた可能性が高いです。その遅すぎワロリング状態は戦後になってもさして変わらなかったようですが、1962年にやっと準急朝なる列車が登場。高知から徳島本線を走破して小松島港まで行くやつでした。だからこの徳島本線は朝線にするべきだとあれほど。ちなみに少し遅れる形で朝を徳島にまで縮めた準急吉野川も運行を始めましたが、うり二つな列車を分ける必要あるかという疑念が湧いてきたっぽいので、急行に格上げされたはずの朝は同じく急行になった吉野川に全部吸い上げられ、その暴れ川から取った名前にふさわしく6往復で2軒を蹂躙し始めました。ただ高知県にまで寒冷邪地なる暴れ川の概念を持ってこられても間に合ってるからか、1980年には阿波池田から小松島にまで短縮されて、いよいよ徳島県内に幽閉されることになったけど、それ以来吉野川は小松島線の廃線で小松島港経由での関西からのアクセスを失ったり、国鉄が民営化されたりといった遍歴をたどってきつつもしぶとく生き残ってきました。いたずらに経験値を積み重ねる中、四国に残る最後の急行列車となってしまったの
のですが、徳島自動車道がたびたびの延伸を続ける中、遅くて安いを21世紀にまで持ち出すのはお門違い。だから徳島線の急行は1999年にきっぱり姿を消すことになりました。その後取りこそ他でもない特急剣さん。急行時代には区間が短縮されてきて、車両もおんぼろに片足突っ込んでる地味特急ですが、ディーゼル吹かしてかけるその姿からは脈々と受け継いできたものを感じる次第です。そうこうしているうちに蔵元駅に到着。この青い跨線橋は1910年からずっと使われ続けているものらしく、県内では最古の跨線橋にあたるらしいです。これは軍隊輸送というバフのおかげと見られており、その隆盛を示すがごとく、かつては3番線もあったようですが、その3番線は草が伸び放題になっており、ヤフー知恵袋張りの無法地帯と化しております。ただこれもレトロだのなんのって言っとけば、なんとなくすごそうに聞こえるもんなので、レトロさと無用の長物の関係は表裏一体なのかもしれません。高徳線、鳴門線の線路と合流する地点佐古駅で徳島線区間は終わり、本当は佐古以南も徳島線の扱いを受けてもいいはずなんですが、徳島線ごときの境地よりも戸籍の重複回避の方が大事なので、佐古から徳島は徳島線からはぶられてます。土台こいつ本線のはずなのに、気づけばありえん冷風されててかわいそうで、伏線の皮をかぶった単線並列区間に飛び込めば、で感じて徳島駅にたどり着きました。徳島線ってのはパイオニア的存在で、地形も平坦で不設が楽勝だったからこそ、実力を脇に置いて愛らしいいじられキャラになっている、そんな気がしてくるものです。振り子のない国鉄型特急の導入がその証左なんじゃないですか。いずれにせよ四国の路線群たちはもう年功序列の世界からはどうに脱しているので、我々も亀の甲より年の甲だのとか言って年齢を傘に切るのはやめるべきです。こんな偉そうな口を聞いてる私も一切老いた月に四国に向かってる身分なので、とにかく言うのは謹んで、とっととこんな動画なんか終わろうと思います。そういうわけでお疲れ様でした。また次回。